こんにちは、ハラペコテズ姉のカカと妹のアコです。今回はですね、私でもヒョウリさんにやってまいりました。今回のヒョウリさんで旨辛キムチラーメンっていうのが新しく販売されまして、うん、Z リーさんっていう方が作られたキムチとヒョウリさんのラーメンがコラボして、うん、旨辛キムチラーメンっていうのがあるんですけど、大食い YouTuber さんがね、もうみんな食べとったから、うん、うわ食べたいと思ってすごい時代に乗り遅れていますが、うん、今やってきました。こちら通販もやっているそうなので、気になる方はぜひ通販で買ってみてください。今回ですね、旨辛キムチラーメンを1人5キロとチャーハンを1人1キロの合計6キロ食べていきたいと思います。キムチラーメンです。キムチとそぼろに、もやしたっぷりに、韓国のりに、卵黄、美味しそう。かける2です。さっきオープニングで言ってたネットで買えますっていうのは、こんな感じで冷凍でね、うん、届くの。めっちゃいい。韓国のりとかも入ってる。全部入ってる。わお。じゃあ、こちらをお店でいただきたいと思います。では、早速いただきます。香りが良い。もやし食べたい。ちょっと私もちょっと、もうさっきもやし食べるのかいって言って。もやし、めっちゃおいしい。キムチの旨味とかがすごいな。うん、あと私たちが好きなさ、お鍋みたいな感じになると。うわ、そこまで辛み強くないけど、程よい酸味と旨味がすごい。最初と最後に酸味がくる。うん、そぼろが一緒に入ってるからめっちゃ美味しい。うん、もやしとスープエンドレスできるよ。うん、もやしとキムチでいこう。こんやきに、もやしに、もやきに、これ辛さもさ、そこまできつくないからさ、うん、めっちゃ美味しい。とか人気で、これ2回目の販売なんやね。1回目もめっちゃ人気やったんやって、うん、食べたかったんや、これすぐ売り切れた。うん、染み込みますよ。麺めっちゃ美味しいよ。もちもち。うん、キムチ食べたらめっちゃ美味しい。うん、普通にこれ食べてたらめっちゃ美味しい。うん、
チと接しとるメール、キムチと卵黄の相性最高なの。混ぜてしまいましょう。いいわ、この磯の香りとごま油の香り。うわ、めっちゃ合う。スープ美味しすぎるんだよ。それこれに白米入れて食べても美味しい。今回私のわがままでまだチャーハンだったんやけどね、うん、それぐらい旨味出とるね。ででん、チャーハン。何て言うのかな、肉美味しい。これ肉見えるかな、もう買えないと思う。キムチチャーハン食べてるみたいになる。あ、一緒に食べるとき皆さんチャーハン準備して、ちょっとキムチ乗せて食べよう。うん、天才やん。キムチ、キムチすごいやん。美味しい。うん、あー最高。チャーハンマジで美味しい。うん、美味しいからさ、食べ始めて止まらなくなるよね。うん、キムチの旨味とさ、ひき肉の旨味が全部溶け出しとるからめっちゃ美味しい。染み出しとる。こんなヒョウリさんのチャーハンってね、中に唐揚げが入っとる。あのデカ唐揚げが。そう、だからチャーハン食べてもね、唐揚げの味がすんの。そう、おいしそうすぎやね。めっちゃ美味しいのだから最強のコンボなんだ。1キロと思うやん。これチャーハン1キロ。うん、これ代謝上がるでにね、上がるわけ。食べながら痩せれる食べ物また見つけました。キムチラーメンの中に。もうキムチはだから海鮮の味につけられるからか、すごいあのキムチチゲ、うん、で困るの味がして、うん、めっちゃ美味しい。美味しい。辛いの苦手な方でも、全然辛くないかも。うん、唐辛
しの辛さやけど、舌がそんなビリビリしやん、うん、辛さやから、旨味よかった、旨味の辛さ、うん、どうかしらすると私が辛さに強くなっているのかも、世間一般の旨辛に追いかけてきたかもしれない。うん、コアの塩じゃなくてキャンディアンキャベツ、ここめっちゃ美味しい、このプタプタになった野菜と麺食べたらめっちゃ美味しい、やばい、なんか時間が経てば経つほど美味しいんだけど。いらっしゃいませ。乗せました。うわ、こんなん絶対美味しい。ほんとチャーハンと一緒に準備してほしい、うん、白米でもいいかでも、うん、炭水化物と一緒に、あれ、こういう好きな方ぜひチャーハンと一緒に、うん、うん、おいしい、なんでこんなおいしいのチャーハン、メインソルト、それが最大のパートナーだから、うん、ここは外しただった、いつもこの唐揚げの量、揚げもめっちゃ美味しいから、本当に食べてほしい。おいしい？ミートソース最高です。おかしいだけなんて美味しい。紅生姜あっこにあげるの、うん、嫌いってわけじゃないんやけど、普通の食べんこと食べんでもいいかなって感じやけど、トーニーさんの別でいきます、絶対に紅生姜必須、うん、スプーンもない、うん、本当にセロリとかだからスプーン使うの、画角的に問題あるから、キャンキャンにやらせるもんやけどね、辛くなるやつっていうのをずっと気になってて、うん、ちょっと、少々麺食べちゃったので、これぐらい辛くなるやつ、わお、ドドドドーン、こんな感じで、いざ、うん、美味しいね、うん、これチャーハンとしても美味しいのでは、うん、辛いの強くなったかもしれない、うん、うん、うん、美味しい辛さや、うん、唐辛子の質感めっちゃいいね、チャーハン1キロ完食、待って、本当に美味しい、ラーメンとチャーハン食べる幸せ、最後まで美味しい、うん、最後の一口、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。キムチが何回もすごい海鮮の味がね、うん、して、キムチチゲみたいな感じで、うま、ん、みの塊が凝縮された、うん、ラーメンやった。うま辛キムチって本当にうま辛キムチ、うん、美味しい。でね、こちら、通販やってますので、うん、気になる方はぜひ、これ一個で完結するから、ニラともやしを用意すれば OK ですね、卵黄と。めっちゃ美味しい。おすすめです。それではまずご視聴ありがとうございました。この動画がいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。その他 SNS もやってるのでよかったらフォローお願いします。バイバーイ。今めっちゃ美味しかった。私このチャーハン、うん、チャーハンが美味しい、唐揚げチャーハンが最高できてほしい、最高。